いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2017年モデル、メルセデス AMG SL63 を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントに飛び石がございます。走行距離に関しましては、約8000キロと非常に低走行かつ、外装面、良好なコンディションを保ったお車です。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはレッドレザーが採用されております。メルセデス・ベンツ SL クラスをベースに、メルセデス AMG 専用装備、専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル、SL63 でございます。こちらのお車に関しましては、SL クラスの開放的なオープンドライブに加え、メルセデス AMG の圧倒的な走行性能が組み合わさり、スポーツ走行も十二分にお楽しみいただける一台となっております。また、インテリアにはシートヒーターやベンチレーター、エアスカーフが装備されており、一年中快適なオープンドライブをお楽しみいただけます。ヘッドライトに関しましては、LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きまして、エンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 5.5 リッター、V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は585馬力でございます。また足元に関しましては、マットブラックペイントが施されたフロント19インチ、リア20インチのアルミホイルとレッドキャリパーが装備されており、足元からもスポーティーな印象を受ける一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましても LED が採用されており、リア周りデザイン性に優れた一台です。またトランクリットスポイラーやリアディフューザー、4本出しのマフラーによりリア周りスポーティーな印象を受ける一台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。オープンカーではございますが、トランクスペース十分な広さが確保された一台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。続きまして、インテリア紹介させていただきます。インテリアにはレッドレザーが採用されております。運転席、助手席ともに良好なコンディションです。また、インテリアの各所にはカーボン素材が使用されており、インテリア、スポーティーな印象を受ける一台となっております。では、エンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのアルカンターラハーフステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。また、アダプティブクルーズコントロールにより、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。また、バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては、7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましては、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、レースモードが用意されており、刺激的なドライブが可能です。両席に関しましては、シートヒーター、ベンチレーター、エアスカーフが装備されており、一年中快適なオープンドライブが可能となっております。またこちらのお車には、ハーマンカードン製のスピーカーも装備されており、ワンランク上の上質な音楽をお楽しみいただけます。では、ハードトップを閉じます。
開閉に関しましても問題なくスムーズに動作が可能です。こちらがハードトップを閉じた状態でございます。こちらのお車にはマジックスカイコントロールが装備されており、クローズ時でも開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2017年モデルメルセデス AMG SL63 を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約8000キロと非常に低走行かつ内外装良好なコンディションを保ったお車です。数多くの専用装備によりスポーティーかつラグジュアリーな仕上がりとなった SL63 でございます。こちらのお車に関しましては585馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフトによりスポーツ走行を十二分にお楽しみいただける1台となっております。またインテリアに関しましては純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、エアスカーフ、ハーマンカードン製のスピーカーなど数多くの快適装備が備わっております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。We'll be right back.